はい、どうもジンさんです。今回は細かすぎるけど非常に興味深い解禁された公式 Q&A 第3弾やっていきたいと思います。いつも通りの企画なので詳細は割愛し、早速本文に行きたいですが、解禁された公式 Q&A って何っていうところを概要欄に記載しておりますので、気になった方はぜひそちらをご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。では参りましょう。質問、ザエルアポロとイールフォルトは人間時代に実の兄弟だったのですか？兄弟が死後二人ともホロー化し、アランカルになるというのはとても珍しいケースだと思うのですが、何か共通のきっかけがあったのでしょうか？二人のことがずっと気になっているので教えていただきたいです。こちらの質問に久保先生は、回答、二人が根底の部分で似すぎていたので同じ運命をたどりました。ということでした。弟のザエル・アポロ・グランツと兄のイール・フォルト・グランツ、二人は珍しい兄弟のアランカルであることが原作で語られておりました。そして成田亮吾先生の小説にて、二人は生前も兄弟であったことが明らかになっています。兄は戦士、弟は錬金術師で、二人は同じ場所で死亡してしまい、霊体となった直後にザエルが兄イール・フォルトを喰らったというのが死亡からホロー化直後までの流れでした。またその後はザエルが研究に没頭するために不要な戦士の資質である兄の魂を切り離すことで、一つとなった兄弟は再び別れることとなりました。こうしてアランカルの兄弟が生まれたというわけですが、これらは根底が似すぎていたため同じ運命をたどったとのこと。これって実はすごく恐ろしい回答だと思っていて、要は魂の精髄によってたどる運命が決まっている説が可能性としてあり得てきたのではないかということになります。どういうことかというと、まず回答の中にある根底の部分が似すぎていたに関しては、十中八九魂の精髄を指しているのだと思われます。そして二人は兄弟であるため魂の精髄が似ていたのでしょう。実際以前動画にもしましたが、魂の精髄を移す残白糖は血縁関係にあるものは似る場合と似ない場合があるという公式回答がありました。さらに霊圧も肉親は 50% 以上似るという話も米芸の人のセリフから分かっております。なので肉親だから必ずしも非常に酷似するってわけではないとも思いますが、ザエルらについては非常に似ていたということでしょう。でここからが重要で、同じ魂、非常に似ている魂の精髄だから同じ運命をたどった、これが要は鶏が先か卵が先かみたいな話で、魂の根底に基づく運命が最初から決まっている可能性ということです。これと似たような話がいくつかあって、例えばシュリフト、こちらも以前動画にしましたが、リューハバッハは対象にシュリフトを与える際、そのものが発言する英単語が見えており、それになぞらえて頭文字にあたるシュリフトを魂に刻み、能力を引き出す、つまり覚醒させる手伝いをしているみたいな感じだそうです。シュリフトは残白糖と同じくそのものの魂の精髄を移すかのような能力が発現しますよね。死に恐怖するエスノトはザ・フィア、ヒーローに憧れるジェイムズはザ・スーパースター、生まれた時から魔法が得意なロイド兄弟はジ・ユアセルフ。パッと思いつくだけでもこんなに分かりやすい例が挙げられます。このシュリフトの仕組みも同じですよね。エスノトなんかで言うと、もうザ・フィアの魂を持って生まれ、やがて恐怖に怯える運命が待ち受けている、恐怖を司るようなエスノトがかたどられる運命をたどることが決まっているみたいなイメージです。また先ほど残白糖と言いましたが、死神もそうですよね。原作63巻564話、和尚がこんなことを言っています。わしは全ての残白糖の名を王越の打った朝打ちが死神たちの手に渡った瞬間から知っておる。このセリフもそうで、死神が朝打ちを手にした瞬間からやがて覚醒させる視界挽回の名前を和尚は知ることができます。死神が朝打ちから視界挽回を得得するまで長い年月研鑽、様々な経験をし、死神としての矜持考えが固まっていき、それが能力に反映されるケースもあります。キサギの不死の向上なんかがそうでしたよね。キサギの死神という存在の考え方、戦い恐怖などから命を停滞させる挽回となりました。でも和尚の話によれば、キサギが朝打ちを手にした段階でこいつの視界は風死に、挽回は不死の向上になると分かっていたわけですよね。これも辿る運命、待ち受ける未来が決まっており、逆算的にそうなる道を辿るみたいな、そんな話になってくるような気がします。その他には霊王やユーハバッハの未来史なんてものもあります。なので個人的には今回のこの回答がよく考えると恐ろしい結論にたどり着いてしまいそうな、そんな回答に思っておりました。多分考えすぎなんだろうと思いますが、皆さんはどう思われたでしょうか？よかったらコメントから教えてください。続いて参りましょう。質問、アイゼン様のメガネって伊達なのでしょうか？個人的には顔を温和に見せるためにかけてたのかなと思っていたのですが、メガネをかけていた理由とかもあれば教えていただきたいです。こちらの質問に久保先生は、回答、その通り、顔を柔和な印象にするためです、ということでした。
アイゼン・ソウスケ、まさかの伊達メガネということで、これは結構意外でした。伊達か土入りかって実は結構簡単に見破れるんですよね。なんかかけている人の頬骨あたりの顔の輪郭がレンズを通して見ると歪んで見えるとかどうとか確かあった気がしますが、普通に人間でも見破れるものなので、例えば凶楽とか洞察力の高い死神なんかだったら簡単に見破れそうな気はします。もっともアイゼンは視力が悪いことを偽装していたわけではないので、伊達メガネってのがバレても回答の通り柔和な印象を与えるためとか単におしゃれでしているとかで別に怪しむ要素にはならない気もします。また外見にちゃんと理由があるということは、メガネ以外に例えば髪型とかもこだわりがありそうですよね。本性を表し即オールバックにしたあたり、御帝時代の髪型は仕方なくやっていそうです。理由はメガネと同じでしょうかね。あと佇まいとか本当に色々と研究して相手にいい印象を与えるように本当に細かいところまで色々なことをしていそうです。続いて参りましょう。質問、イチゴが御帝隊のみんなのことを呼ぶとき、白夜、乱菊さんなど階級に関わらず呼び捨てさん付けをしていますが、何か基準はあるのでしょうか。一度戦った相手は呼び捨てとかならわかるのですが、例えば東四郎とイチゴの作中の初絡み括弧室賀や先遣隊ではすでに東四郎と呼び捨てだったので気になりました。こちらの質問に久保先生は、回答、なんだろう、イチゴの中で若者に分類された男を呼び捨てにしてる気がするなということでした。確かに言われてみれば気になる内容ですね。でも回答が非常に解釈一致で違和感はなかったです。意外と見た目だけでなく中身でも判断していそうな気はしますね。浦原さん、夜市さん、宇野花さん、京楽さん、乱菊さんぐらいだっけ。ちょっと忘れましたが、山爺は爺さんだっけ。参りは呼び捨てなんですよね。ちなみにソイフォンは呼び捨てで呼ばれておりまして、嬉しかったのかすごく言い返すソイフォンちゃん可愛いです。続いて参りましょう。質問、浦原がキリンジの湯殿を真似て回復する温泉を作ったとありますが、キリンジの湯殿はソウルスタイティに残っているのですか、それとも霊王宮に行って分析したのですか。こちらの質問に久保先生は、回答、ルコン街の僻地に今もわずかに残ってますということでした。浦原とゆるいちの遊び場にあった温泉と原作58巻のキリンジのセリフが回収されました。回答の通りなのですが、実はファンブックにて強略や雪竹が幼い頃傷が治る湯殿に行ったことがあるエピソードがありましたので、昔にあったことは分かっていました。それがルコン街の僻地にあったということで、まず場所が分かったのと、あと浦原が霊王宮へ行っていたわけではないことが判明しました。浦原が四大貴族当主ですら知り得ない霊王の秘密を知っている理由、霊王宮へ行ったことがあるからではないかという理由に、この湯殿も一つの根拠のような要素として挙げられることはありましたが、今回の回答でそうではないと分かったため、浦原が霊王宮へ立ち入ったことがある可能性はまた低くなりました。もっとも王権が必要であり、かつあらゆる事象を把握する和尚の目をかいくぐって浦原が霊王宮へ侵入することはほぼ不可能だと思うので、別の方法で霊王をしたと考える方が自然だと思われます。話を戻しますが、湯殿がルコン街の僻地にあることが分かったことにより、キリンジは引き船や千住丸と同じく下にいた時代があることが明らかになったとも言えます。街道の始祖、宇野花への指南といったエピソードからも伺い知れた内容ではありますが、こうした要素が一つ二つと増えていくことは想像や考察する者にとっては大変ありがたいことですし、そうじゃない人にしてももしかしたらと想像できる要素が増える点から無駄な情報ではないでしょう。ちなみになんで僻地なのかについては、そこに温泉が湧いていたから、もしくは立地環境的に最適だったから、あとは治安が悪いところだと怪我する人が多くて実験体がたくさん手に入るからみたいな理由が想像できると思います。というわけで最後参りましょう。質問、どうして織姫はグリム女王をグリム女王と呼ぶのに、ウルキオーラはウルキオーラ君と呼ぶのでしょうか。こちらの質問に久保先生は、回答、初対面のグリム女王が君付けできる雰囲気じゃなかったからです。そんなのウルキオーラもそうだろうとは俺も思いますが、ということでした。まあ織姫は自身を管理するウルキオーラと長く一緒にいたってのもありますし、ウルキオーラの性格も相まって君付けで呼ぶようになったのは想像に難くありませんし、なんならグリム女王は回答の通り初対面はそうだったかもしれませんが、最終章やそれ以降については彼も落ち着きを取り戻し、明確に敵と呼ぶような相手ではなく、むしろ好敵手のような感じではありますので、織姫もグリム女王君って呼んでいそうな気はします。ちなみにウルキオーラと織姫の絡みについては、ウェブでウルキオーラスペース過去って検索するとジャンププラス公式の方で無料で読めるエピソードがありますので、ぜひそちらをご覧ください。僕はもう1億5000万回見ていると思います。以上 Q&A まとめ第3弾でした。動画の内容がいかがだったでしょうか。皆さんの感想意見考察はコメントから教えてください。サブチャンネルの方もよかったらフォローしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。